こんにちは、MB です。さあ、というわけでユニクロ丸に話題のコラボ発売されましたけども、今回はですね、ここがダメだよユニクロ丸にコラボということで、ちょっとユニクロ丸に物申すという動画をやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、今日はユニクロ丸にコラボのダメ出しでございます。ダメな部分5つ紹介していきます。私 YouTube メンバーシップやってます。興味があればぜひ登録してみてください。メンバーシップでは20年間パリミラノのコレクションを見てきた私がですね、徹底的に服飾の歴史を語っております。ファッションの勉強したい方はぜひ登録してみてください。それでは行ってみましょう。ここがダメだよユニクロ丸に。まず1つ目、発売日が遅すぎた。もうこれに尽きると思います。発売日が遅い。だってラインナップ見てもらっても分かる通り、ほとんど長袖なんですよ。しかもアウター結構あるんですよね。どの世界線でこの5月の末頃にですね、ジャケット着るかって話じゃないですか。もちろんギリギリ着れなくはないけど、着ても多分1週間ぐらいでもう着れなくなっちゃうじゃないですか。僕生まれ新潟ですけど、新潟って東京とかよりも全然寒いですけど、新潟なんて6月になったら大体半袖着出しますから、5月のこの時期にジャケット売られてもちょっと困りますよね。ラインナップがそもそもですね、なんでこんなに半袖が少なかったんだろうってちょっと思っちゃいますよね。ポケッタブルパーカーとかユーティリティジャケットねとか、テーラードジャケットとかアウター系も多いですし、シャツも長袖が一肩入ってますし、なんか今の時期着れるものがあんまりないっていうのがちょっとあまりにも残念なところではあります。しかもいいアイテムが結構アウターだったんですよね。このオーバーサイズユーティリティジャケット、このチェック柄のジャケットとかすごく良かったですし、ポケッタブルパーカーのこっちのイエローベースのカラーリング、クレイジーパターンじゃないこちらの方も、ものとしてはすごく良かったんですよ。ただでも今買っても、結局もう着れなくなっちゃうって考えると、秋まで寝かすかって言われても、このオーバーサイズユーティリティジャケット、このチェック柄とか、ちょっと春っぽいイメージじゃないですか。これ秋の9月頃に、まあ着ても全然いいんだけど、どちらかというと春に活躍するものなんで、結局今買っても1年間寝かさなきゃいけないわけでしょ。ショートパンツと合わせるにしたって、さすがにこのキャンバスのちょっと分厚い生地は、もう5月の末、ショートパンツと合わせたとしても暑いと思います。だから、どうしろって言うんだろうっていうぐらいのその発売日の遅さが本当に気になって、まあ、これが最大のデメリットだと思うんですけど、ただこれユニクロさんを擁護するわけじゃないんだけど、これはしょうがないんですよ。世界的にどこも納品遅れが起こってしまっていて、僕の好きなブランドマルジェロとかも1月に発売するコートが4月の末に発売されちゃって、ウールが入ってるコートなんですけど、それが4月の末ですよ。着れるわけないんですよ。なんで起こってるかっていうと、まあ、いろんな事情があります。まあ、コロナでもう本当にこう物流だったりとか生産背景がぐちゃぐちゃになってるのに加えてですね、中国のロックダウンがむちゃくちゃ影響でかいです。もう中国ロックダウンの影響で、まあ、上海ですね、上海とかロックダウンの影響で全く動いてない。船便だったりが止まっちゃってたりとか、まあ、そもそもサンプルだったり生産もできない。工場の人たちがもう外に出ることは許されないから、動くことができないんですよ。で、中国生産に関わってない、例えばイタリア製とか日本製って書いてあるお洋服でも、結構中国生産挟んでるんですよ。結構っていうか、ほとんど中国生産どっかで挟んでます。生産フローの中で、もう純粋に日本国内でしか物を作ってませんっていうのってほとんどないんですね。まあ、あるっちゃあるんだけど、ほとんどが中国を必ず生産フローの中に組み込まれてます。だから中国が止まると大混乱になるんですよ。例えばジップとかボタンのパーツは中国でやってますとか、縫い合わせだけ、縫製だけ中国でやってます、生地の調達中国でやってますとか、加工を中国でやってますとか、糸の巻き直しだけ中国でやってますとか、いろんなパターンがあるんですけど、大体生産フローもどこかに中国って入ってるんですね。純国産ってあんまないんですよ。で、純イタリア製とかほぼないんですよ。どっかに必ず中国入ってるんで、だから中国が止まっちゃうともう大混乱になっちゃう。それで発売する納品時期が発売時期が遅れちゃって、こんなことになってるんだと思うんですよね。ユニクロ側も僕が言ってることなんて、みんなが言ってることなんて当然分かってて、頭のいい人たちがやってるわけですから当然分かってるんですよ。5月の末にジャケット発売して誰が着んねんっていう頭の中でツッコミをしつつも、でもどうしようもない状況があったんでしょうね。僕らが気づいてることでユニクロの高学歴の
エリートたちが気づかないわけないんで、当たり前に気づいてるから、まあ、こんなん言ってもしょうがないんだけど、ただやっぱり消費者レベルの感覚としては、もうちょっと発売日が早い方が嬉しかったよなっていうのがすごくあります。で、ユニクロマルニ、多分そういうふうにユニクロ側も思っていて、あんまり在庫積んでないんですよ。ちょろっとお話聞いた限りでも、やっぱりそんなに在庫を用意してないってポロッとおっしゃってたので、今回完売品も結構多いけど、発売日からすぐ完売になっちゃった商品とかも多いけど、あれはめちゃめちゃ人気があったっていうのもそうっちゃそうだと思うんだけど、どちらかというと在庫が少なかったと思うんですよね。用意してる在庫が多分そんなに多くなかったんだとは思います。何しろこの時期にジャケットを売るってもうアパレルの感覚で言ったら暴挙ですからね。そんなの絶対売れるわけない。でも思ってたより売れたっていうぐらいの感じなので、まあ在庫少なくなってるから、あ、ユニクロマルニすげえ人気なんだって思ってる人も多いかもしれないんですけど、多分そうじゃなくて在庫が少ないだけだと思いますね。まあいずれにしても発売日が遅すぎたっていうのがちょっとまずいところだったかなと思います。ここがダメだよ、ユニクロマルニ。二つ目、小物がなかった。もうこれだと思います。マルニでパッと頭に思いつくのはやっぱり多くの皆さんが小物だと思います。正直ですね、マルニの洋服を買ったことがある人ってほとんどいないはずです。これ断言してもいいですけど、もちろんお洋服好きな人はマルニの洋服買ったことある人もいっぱいいると思いますし、僕もあのマルニの定番のテーパードパンツ何本か持ってますけど、ほとんどの人はでも小物だと思います。あの PVC のバッグだったりとか、まあ相当おしゃれな人でも靴とかね、あのスニーカー、マルニの有名なスニーカーだったりとか、マルニとポーターのコラボのバッグだったりとか、小物系を持ってる人はたくさんいると思うんですよ。まあ、マルニのもう定番物の小物とかを持ってる人は結構いると思う。小物入れとかね、お財布とかね、そういうのはいっぱい持ってる人いると思うけど、マルニってどちらかというとそういうイメージ強いと思うんですよ。みんなだってマルニのあの PVC のバッグ持ってるし、エコレザーのバッグ持ってるじゃないですか。マルニってやっぱりこう小物のイメージがすごく強くて、あのやっぱり色とか柄とかグラフィックがすごく得意なブランドでポップな印象があるから、お洋服にした時に少し難しいんですよ。なので小物でちょっと刺してあげる。小物だったら派手な柄とか派手な色とかをこういうモノトーンの着こなしの中にプラスオンすればおしゃれに使いやすいじゃないですか。でもまんま花柄の服とかって結構使いにくいじゃないですか。だからマルニってああいう癖の強いアイテムだからこそ小物がめちゃくちゃ売れるし、彼らもそれを自覚していて小物をすごく強く打ち出してると思うんだよね。で、お洋服正直本当にマルニ前から知ってましたずらしてる人いっぱいいますけど、マルニの服買ったことある人多分ほとんどいないと思うんですよ。見たことないもん、マルニの服着てる人。超服好きな人じゃないと持ってないですよ、マルニの服なんて。だいたいみんな小物だと思うんですよ。で、その感覚をちょっと分かってもらって、小物出してほしかったなと思います。例えば、まあ一番理想はバッグを出してくれるとか、まあ、ポーチだったりとか、そういうのでいいから出してほしかったなと思うんですけど、まあこれも一応フォローしておくと、ユニクロって小物作るのすごいハードル高いんですって。っていうのも、小物って意外と金かかるんですよ、作るのに。ジップとかね、細かいポケットとかいろいろつけなきゃいけないし、結構大変なんですね。T シャツとかよりもずっと大変なんですよ。でも、ユニクロの小物とかバッグって、1000円ぐらいじゃないですか、売ってて。で、ユニクロの中で2000円のバッグとかって超高級品なんですって、ユニクロの人からも聞いたけど、ユニクロ U とかでもっと小物出さないんですか、バッグもっと出さないんですか、靴出さないんですかみたいな話をした時に、そうなんですよ、出したいんだけど、結局2000円とか3000円とかっていう価格帯で、しかならないじゃないですか、凝ったバッグとか作ろうと思うと、やっぱり値段を下げるのって限界があって、キャンバスのトートバッグとかだったら500円とかでも出せるけど、ちゃんとしたバッグを作ろうと思う、ちゃんとした小物を作ろうと思ったら、やっぱり2000円とか3000円とか、デザイナーズコラボでデザイナーさんの意向を踏まえて一生懸命作っていくとそのぐらいになっちゃう。そうすると、ユニクロのお店に並べた時に、2、3000円の小物を誰が買うって話になっちゃうんです。そのぐらいの小物っていうのはユニクロの店内ではかなり売れるプライスゾーンから外れちゃってるんですね。2,000〜3,000円のバッグとかって、やっぱりユニクロで売られてるバッグは1000円台で買えるもの。やっぱそれがすごく売れる。1000円切るものもあるぐらいだから、2,000〜3,000円ぐらい出してちゃんと作っちゃうと、やっぱり洋服好きな人しか買わなくなっちゃうと。そうすると売れなくなってしまうので、やっぱり洋服の方がどちらかというと作りやすいし、コスト落としやすいので、まあ、今回は小物できなかったんだろうなって思うのと同時に、多分マルニ側の意向もあったんでしょうね。
僕はさっき言った通りだけど、マルニって小物のイメージがめちゃくちゃ強いので、バカスカ売れてると思うから、小物をここでやっちゃうとブランディングに抵触するからやっちゃいけないって多分思ったんでしょうね。でも洋服に関しては僕が今言った通りほとんど売れてないはずなんですよ。正直小物とかバッグはめちゃくちゃ売れてるけど、洋服はすっごいかっこいいんですよ。すごいかっこいいんだけど、多分あんまり売れてないと思う。特に日本市場ではあんまり売れてないと思うんですけど、それをまあなんだろうな、幅広く認知してもらうために、あの洋服はちょっと大サービスでユニクロとやったっていうのは、まあマルニ側の意向とユニクロ側の意向がちょうどマッチしてるから、多分小物やらなかったんだとは思うんですけど、でもそれにしたって例えばそのポーチとかさ、ユニクロ得意の傘とか、あの傘にマルニのチェックデザインとか入れてあげたらめっちゃ売れたと思うんですよね。傘だったら売れたと思うし、傘だったら本家マルニのブランディングにも抵触しないし、あとキャップとかね、マルニ柄のキャップとかやってあげたりとか、クレイジーパターンのマルニっぽいあの切り替えのキャップとかやってあげたらすごく良かったのになと思うんだけど、まあ、バッグが一番いいけど、バッグとか靴が一番いいけど、ポーチとか傘とかキャップとかやりようはあったんじゃないのかなってちょっと思うんですよね。だからその辺がすごく残念でしたね。一番みんなが期待してたマルニといえばなアイテムが一切なかったっていうのが、靴下ぐらいしかなかったっていうのがだいぶ残念なポイントでした。ここがダメだよユニクロマルニ。ポイント3つ目、レディースとメンズの素材差が残念。これレディースとメンズで素材比べてみると分かるんですけど、明らかにレディースの方がいいです。例えばメンズでもすごく売れてるこのパンツ、ユニクロマルニコラボのメンズですけれども、このパンツですが、これやっぱりちょっとねガサッとした素材感で落ち感が少ないからパジャマ感がだいぶ強いんですよ。まあ全然おしゃれだし僕好きだけど、かなりその洋服のコーディネートに自信がある人じゃないと、これだってこうやって持ってたらもう手ぬぐいみたいに見えちゃうじゃないですか。かなり着こなし難しいと思うんですよね。でもあのドレープイージーワイドストレートパンツ3990円、こちらのレディースのアイテムとかは、これ何だったのっていうぐらい素材感いいんですよ。サテン素材ですごいこう風合いも綺麗でつるっとしていて、こういう派手めな柄が入ってるけど光沢感があって大人っぽい素材になってるからこそ、柄物でも子供っぽくならないんですよね。デザインが子供っぽいけど素材は大人っぽいっていうことで帳尻合わせてるわけですよね。でもこれはデザインも子供っぽいし、素材もちょっとガサガサしてラフだというところで、どうしてもやっぱ子供っぽさがアイテムに出ちゃうんですよね。だからそれをコーディネートでなんとか工夫して打ち消さなきゃいけないと思うんですけど、使いやすいのは明らかにレディースの素材の方が良かったです。でブロックテックパーカーとかもなぜかレディースの方だけで展開されていて、レディースちょっと優遇されてたなって感じはしますね。メンズは逆にまあメンズっぽい素材感で表現したかったのかもしれないんですけれども、なんかもったいないなとはすごく思いましたね。ここがダメだよユニクロマルニ。4つ目、派手すぎた。まあ、これはもう本当にその通りなんですけれども、ラインナップ見てもらえばわかると思うんですけど、だいぶ派手です。例えばこのポケットブルパーカーとかも切り替えバリバリにやっちゃってるし、まあ、もちろんおしゃれな人だったらね、こういうのも着こなせるとは思いますけれども、あえてこれを初心者の方が買う必要もないし、普段ユニクロ行かれてる方がこれ買ってこれ着ておしゃれになるかって言われると結構難しいと思います。まあ、派手なものの中でも、例えばこのオーバーサイズユーティリティジャケットとかはベースの色が白でネイビーとダークネイビーぐらいでチェックを表現してるから、この辺とかは全然いいと思うんですけど、ただ花柄のこのオープンカラーシャツとかね、ちょっとタクシー沖縄のタクシー運転手さんみたいな、かなり難易度は高いと思うんですよ。 T シャツも切り替えになって、ボーダークルーネック T シャツとか切り替えになっていて結構難しいと思うんですね。でもマルニのアイテムって、まあ、別にまあ派手なもの多いけど、本家のマルニって別に言うてそこまでめちゃくちゃ使いにくいアイテムだらけじゃないじゃないですか。普通にこう質の高いニットとかで無地のものとかも全然あるし、定番のテパドスラックスとかも別にウールの素材とかでなんかストンと落ち感のある細身のワイドテーパード、ウエスト周りは太いんだけど裾がグッと細くなってるジョッパーズみたいなこう綺麗なテーパードのシルエットとか全然あるし、なんかここまで派手にする必要なかったんじゃないのかなというふうには思いますね。ここがダメだよユニクロマルニ。最後5つ目、黒が少なかった。これ本当に思うんですけど、結局メンズに関しては黒一番使えるじゃないですか。メンズのお洋服屋さんで働いたことある人だったら分かると思うんですけど、結局売れるのって7割ぐらい黒なんですよ。ま、T シャツとかはねもちろん白だし、スニーカーとかも白だけど、基本パンツは黒ばっかりです、売れるのは。カーキ色とか、
まあ白パンとか薄色のジーンズとかお店の中ではいっぱい並んでるけど、結局バックヤードに行くと黒ばっか積まれてるんですよ。もう売れるのって黒なんです。これはもう10年前20年前から変わらなくて、メンズのパンツって黒なんですよ。でアウターもメンズは黒が一番強いんですね。まあ黒かオンスタイル入ってくるとダークネイビーか、もう黒かダークネイビーのどっちかしかないんですね。なんだけど今回マルニコラボは黒があんまない、ほとんどなかったんですね。まあ本家マルニがそもそも黒ってあんまり使わないんで、まあこれはコラボの特性上仕方ないのかなとは思うんですけど、でもユニクロってね、幅広く多くの人にって考えるとちょっと黒作ってほしかったなと思います。例えば、このテイラードジャケットセットアップからの7990円とか、これとかオリーブとネイビーしかなくて、黒作ってほしかったんですよ。ネイビーもね、これナス色なんですよ。ダークネイビーだったらいいんだけど、ナス色のネイビーでパープルに近いんですよね。で結構まあパープルって次のトレンドのカラーだけど、だから今後はねパープルカラーのジャケットとかいいと思うんだけど、ただ相当その着こなし考えないと難しい。一世風靡セピアみたいになるじゃないですか、こういうオーバーサイズのパープルのジャケットって。すごく難しいアイテムだから、なんかみんなが着やすいように黒をちょっとでもいいから用意してくれればよかったのになぁとはすごく思いました。はい、そんなとこですかね。ここがダメだよユニクロマルニ5つちょっと今回はダメ出しをさせていただきました。いいアイテムもたくさんあったし、何よりユニクロマルニっていうその組み合わせにだいぶ驚きがでかかったので、過剰に期待しちゃったこっちも悪いと思うんですけれども、できればね次は発売日いいシーズンに出していただいて、そして小物をやっていただく、素材感に気をつけて派手すぎないようにして黒を作ってもらうと、そういう風にしてマルニのあの派手な世界観っていうのをもうちょっとリアルクローズに落としてくれたら、っていうかそれがユニクロの多分役目だと思うんですけど、もうちょっとだけリアルクローズに落とし込んでくれたらもう最高だと思うので、これは相手としては全然ありだと思うんですけれども、なかなか難しいラインナップになってしまっていたので、多分争奪戦に勝ってユニクロマルニのコラボ品買ったけど、買ったはいいけどどうやって使おうって思う人結構いると思うんですよね。その辺ちょっと難しいところだとは思うんですけど、ぜひユニクロさん、次回はユニクロマルニ次回があるのであれば、今回の話を参考にですね小物とかを作っていただきたいと思います。はい、というわけで今日はここまで、私メンバーシップ動画やってます、ぜひ登録してみてください。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。